こんにちは、ルイです。侍ジャパン、アメリカに3対2で勝利し、世界一すごい、えー、投手戦をね、えー、決勝戦にふさわしい当手戦が見れてですね、まあ、アメリカとの試合を制して、世界一奪還という結果になりました。非常に嬉しい、感動しました。 で今日の、えー、アメリカ戦、先発は、えー、今永が投げまして2回、被安打4三振2つフォアボール01失点と、えーまあ、2回にね、えー、ソロホームランをねターナーに打たれてしまいましたけれどもまあ2回1失点と、まあ、個人的には早めの系統はあると思ったので、まあ、理想的にはこう3回1失点。 ぐらいでいいのかなと思ったんですけど、まあ思ったより早めの、まあ2回というイニングで1失点なので、まあ全然いいかなと思いますしね。ただ今永のストレートに対してね、向こうのメジャーリーガーはかなり結構空振りもしてたし、もう今永のストレートがね、もううなってましたし、まあホームラン打たれましたけども、このターナーがね、この大会5本目のホームランだったんですけど、これ大会タイの えー、数なんですけど、まあ、本当にもうすごいですね。好調すぎますね。まあ、そんな好調の人はやっぱりなかなか抑えられないというところで、ただ今永もね、なんとか、まあ、ピンチもありましたけれども、しっかり、えー、粘り強く投げてくれたかなと思います。で、2回裏、えー、2回にね、えー、先制機能にね、こう、 先制点が重要と言ってたんですけども、先制点取られてしまったんですけどね、その取られた直後のね、え、裏の攻撃でね、えー、出ましたね。村上が同点そのホームランを打ってくれまして、初球のストレートね、まあ、真ん中に入ってきましたけども、完璧にね、えー、打ってくれましたし、ようやくこう引っ張って、こういい当たり、いい角度で飛んでいったなというのもありましたし、まあ本当にね、まあ昨日のさよならタイムリーに続きね、こういい流れで打てたんじゃないかなと思います。 で、その後ね、満塁にえチャンスを作ってね、満塁でヌートバーのゴロの間にえ1点入って勝ち越しというところで、まあ先生で取られたけれども、その後ね、裏にえ即点取って逆転することに成功できたのは大きかったかなと思います。で、3回からは、えー、2イニング、戸郷が投げまして、被安打0、三振2つ、フォアボール2つで無失点ということで、戸郷も結構ね、 こう、三振もね、えー、しっかり取れましたし、そうだね、ストレートもフォークもね、まあでもやっぱりストレートがあるからこそね、フォークが生きるというところで、まあでもしっかりね、緊張感ある中、えー、よく投げてくれたと思います。で、追加点が入ります。4回裏、岡本にソロホームランが出ました。岡本もね、なんだかんだ結構打ってくれてますし、本当に、 こう、一本欲しいというところでね、結構、そのホームランはね、打ってくれてますし、結局この岡本のホームランが最後までね、効いて響いたというところで、非常にいいホームランでしたし、正直、打った瞬間入るとは思わなかったですね。多分真、真、マシンでは多分なかったと思うんですけど、岡本のパワーと、っていうところでね、いいホームランだったと思います。で、5回。 に、えー、高橋宏斗が登板して1イニング、被、えー、安打に三振2つ、フォアボール0、無失点と、まあ、ヒットは打たれましたけどもねこうしっかり三振を取りつつ、えー、本当にこう20歳とは思,わ、えー、思えないこうピッチングでしたしあのストレート、あの落ち球、スプリットとね本当に多分、あのスプリットストレートに見えていると思うので。 それぐらいね、えー、しっかり腕振ってね、まあ最後はね、まあ、相手の打ち損じとかありましたけれども、二、ま、十、あ、歳には、えー、見,え見えないね、ピッチングをしてくれたなと思います。で、6回は、えー、伊藤博美が投げて、1イニング、えー、ヒアンダーゼロ三振一つフォアボールゼロ無失点ということで、伊藤博美も,、えー、もね、あのずっと、まあ、なかなか1イニング投げることはね、あんまなかったですけども、まあ、 引、えー、火消しだったりね、そういうのありましたけど、今日は1イニングをね、しっかりゼロ、えー、に抑えてくれました。で、今日は7回に、えー、体勢が上がって、えー、1イニング、被安打1、フォアボール1、無失点ということで、まあ、ノーアウト1、2、3のね、ピンチをいきなり、えー、の招いたんですけれども、ゲッツーもあり、えー、しっかりね、無失点でしのぎましたし、まあ、本当にね、いいピッチングでした。で、8回。 えー、まあ、あんまりないかなと思ったんですが、ダルビッシュが8回に登板してくれました。1イニングね、被んだ2つでフォアボール0で1失点と。まあ、ソロホームランはね、1本シュワーバーに、えー、浴びてしまいましたが、まあ、ただダルビッシュもね、この大会ずっと本調子ではなかったですし、まあ、 今日は特にね、中継ぎでリリーフというところで勝ちパターンとしていくわけなんで、普段先発のピッチャーなので、なかなかこう肩作るのとか、そういう状態を調整するっていうのはかなり難しかったと思うので、でも本調子じゃない中でもこうリードをね、しっかり保ってまあえ帰ってきてくれたというところで、でもいいピッチングだったと思います。で、9回ね、なんとありましたね、大谷がね、 ししてきてきくれましたこれは一番の盛り上がりだったんじゃないですかね。で、大谷がね、最終回1イニングね、被安打0、A、三振1つ、フォアボール1つの失点と。最初、先頭バッター出した時はね、まあ、1点差だったんで、フォアボール出した時はちょっとやばいかなと。流れ的にも先頭フォアボールってね、結構点数に入りやすい。 一番ラ、一番悪いランの出し方なんですけど、ただフォアボール出しましたけど、あれも際どいところなんで、まあしょうがないフォアボールなんですけど、ただその後ね、ベッツを、あの、ゲッツに打ち取ってね、まああの、ガッツポーズで、大谷のガッツポーズ出ましたね。ただツアードで安心できないというね、ここ実現、夢の実現になりましたね、最終。 これか、あの、野球の神様のいたずらというか、野球の神様はいるのかというね、本当に。そんな感じでしたね。最後、大谷とトラウトのね、えー、チームメイト対決というところで、これは見れましたね。見たかった対決でしたし、で、それでね、最後、大谷がトラウトを三振に打ち取って、えー、勝ったという締めくくりだったんで、最高の結末でしたし、まあ、大谷とトラウトのね、対戦が見れただけでもね、良かったんで、 良かったのに、最終その対決で勝敗が決まるというね、そういうシーン、感動的なシーンだなと思いますし、本当に名シーンの一つでもあったかなと思いますしね、これでね、なんとね、7試合して全勝というところでね、一回も負けなかったっていうことで、強かったなと思いますね、純粋に。しかもこう、いろんな人がね、こう、まんべんなくこう、試合でね、打ったりとか、抑えたりとか、 日によって結構違う人が活躍したりしてたので、本当にこうチームみんなでね、一丸となった、なってね、戦って勝った、取った世界一だったと思うし、感動シーンも結構ありましたしね、今日の大谷とトラウトの最後のシーンもありますし、そのトラウトをね、三振に打ち取ったシーンっていうのも感動的でしたし、もう最後大谷なんてもうグローブと帽子投げましたからね、あそこまでの感情を出すっていうのはあんまり見ないことなんで、 本当に、えー、大谷は特に勝ちにこだわっている人なのでね、まあそれほど嬉しいですし、まあ特に、こう昨日のね、村えー、感動シーンといえば昨日の村上のね、さよならタイムリーもそうですし、結局昨日のね、あの前回の動画ではね、あの松田隆の指差しシーンはね、あのテロップで多分ガッツポーズってね、あの、入れちゃったんですけど、もう一回よく見たらね、ス田カ本当に指差してたんで、多分村上のことに、 村上、お前頼んだぞという指差しシーン。あれも多分、こう、マスナカの気持ちだったし、それを村上が期待に応えたということだったし、今日も結局こう、最後までメジャーリーガーのね、もう本当に頼もしい、そんやっぱ存在感がやっぱりすごいあるなというところでね。 まあ本当にこう、感動もありましたし、名シーンもかなりあったと思いますし、まあこの決勝ね、まあ準決勝、決勝だけじゃなく、第1次ラウンドからやっぱり積み重ねてきたね、一つの勝利がここまでね、来たし、特にこの決勝と準決勝はね、かなり厳しいね、こう、戦いが続いて苦しいながらも、なんとか粘って粘ってね、まあこのアメリカとの試合は、投手力で勝ったと思うので、日本のピッチャーすごいんだぞというところをね、しっかり。 この最終の決勝戦で見せられたというところで、ね、ただアメリカのピッチャーも良かったですし、特に打線がね、もう打席に立たれるだけで脅威ですね。本当にメジャーリーガーで、誰でも一発がありますし、でまあ、今日はたまたまこう6番にターナーが座ってましたけども、まあ元々もと第一連ったは9番を出たりとかしてたので、まあ本当にこう穴のない打線でしたしね、隙もないですし、その中で日本のピッチャー陣が本当にね、多分緊張感もありながら、 プレッシャーもありながらだったんですけどしっかり衛静に、ね、落ち着いて、まあ、本当にいいピッチングをしてくれましたし打線もなんとか最低限取れたし、まあ、こっちの方がピンチは多かったんでね、その分、ピッチャーが、ね、割り強く投げた結果が、えー、結果で、ね、抑えれて、えー、いい結果につながりましたしね、この世界一奪還は、ね、本当に感動ですね。もう何回も言えますね、本当に。なのでね、えー、この世界一をね、ま,あ、また3年後もッシュあるんですけど まあその3年後に向けて、まだメンバーが変わるかはちょっと分かりませんけれども、また3年後 WBC もね、楽しみにね、待っていたいなと思いますしね、本当に侍ジャパンの皆さん、世界一奪還おめでとうございます。ということで、本日は以上になります。よければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。